吉木さん、はい、あのタメ撮りバレるからちょっとタメ撮りバレるバレるから刻んでいこうぜ。割り箸、熱湯でふやかすと割とガチでメンマ。今日の動画なんですけれども、サムネとタイトル見ていただいた通りでございます。久しぶりにいても噛むなお前。もう一回しっかりしっかり、はい、サムネとタイトルを見ていただいたとサムネとタイトルを見ていただいたとサムネとタイトルを見ていただいた通りなんですけれども、ボカーン、ニューバランス5280。はい、ということでやばくないですか。めっちゃくそかっこいい。かっこいいんだけど、この素材、伸縮時代のこのスーツ素材というか、完全に一斉のでいくよ、はい、一斉のでスパイダーマンか。完璧です今回は皆さん。そうです、こちらスパイダーマンを買って手に入れた素材で作ることができます。たくさんねコメント欄とかで以前から、まあ、ヨシキと言ったらニューバランスみたいな5280を履いてください、結構着てたんで、僕もねずっと気になってたシューズだったんですよ。っていうのも今このご時世、厚底カーボンシューズが着てるわけじゃないですか。言ったらニューバランスだけ唯一の薄底カーボン。厚くはないですよね。そうですよね、うん、神野大地選手が履いてたり、今ノリに乗ってる田中希実選手が履いてたり、トップの選手が履くような間違いなくスピードが出るシューズなんで、いよいよ俺もレーシングシューズ、よかったらこれからこれでバンバンタイム出していこうかな。今ドラゴンフライ履いてますけど、よかったらもう全然こっちありえますから、ちょっとあの履いていきましょうかね。はい、かしこまりました。ダッシュでいこうぜ。裏いかつくない？最高のグリップができそう。これすごいな。フュエル素材ということでもちもちです。これはもう反発して当然でしょうと、そういった感じですね。履きにくそう。これあれだね、完全にスパイダーマンスーツだね。スパイダーマンスーツ着る時ぐらいの大変さってことでしょ。大変だね。ここをペロってめくってキスできます。有名なシーンだよね。有名なシーンだね。もう一回いい？ペロってめくってキスできます。女性ファン5人減って今。最近マジでクールキャラが崩壊してる。クールキャラなんやで。普通のシューズって多分こっから紐が来てるんですけど、この辺からガバッとガバッとね、こいつ抱きしめるやんけぐらいのゴールド感、安心感ね。ゆっくりなキラキラして、90年代のギャルぐらいギラギラしてます。いや間違いねえよ。単純にね動画がね映える。映えるよね。映える、これ気になるね。確かにみんなこれはフュエルセルといえばもうヨシキさん得意でめっちゃ好きみたいな感じですけど、いかがですか？ちょっと待って、うん、ちょっと想像とちょっと違うかもしれない。今までちょっと待って、りょうしきさん、はい、悪い時も撮られたらずな。走ってないから分かんないんだけど、え、これさ動画で言っていいのか。ああ今いいんじゃない。俺の感覚よ。感覚でいいよ。あんま良くない、あんま良くない。ダッシュで行こうぜ。なんか地面を確かめるように履いてます。うん、なんか特段えみたいな言うのは外からは分かんないですね。ちょっともう一本走る。もう一本走る。うん、あれ納得いってない感がすごい。ダメだわこれ。ダメ。僕の感想は立った瞬間から地面がこうなってる感覚、こういう感じ。めっちゃ大げさに言うと、あーもうすげえ内傾してるんだ。だから設置するとこういくみたいな、こうなっちゃう、うんうん、設置するとこうなる感覚、うんうん、2本走ってこうなるときってミッドフットしてるときなんです。フォアフットに変えたらちょっとそれが軽減される。これって長距離のレーシングシューズなんで、ずっとフォアフットだとちょっと持たない、持って1500とかだとは思うんですけど、やっぱり自分が理想するさ設置で最初から行きたいじゃん。自分がじゃあ例えばフォアフットじゃなかったらこれはちょっと難しくなってくると思う。そういった意味で、まあ、僕もフォアフットよりのミッドフット着地なので、こうなる感じが僕には難しいかな。人は選ぶシューズなのかな、楽しみにしてて申し訳ないんですけど、正直な感想がこれです。なるほどね。もう履いてみたい。フュエルセールの今までのシューズは全部俺いいなと思って履いてきてるんで。そうだね、うん、ダッシュで行こうぜ。うわーマジか、楽しみにしとったんだけどな。もうちょっと履きづらいな。まあ、それはねスパイダーマンシューズなんで。履いた時っていうよりか走ってどうかっていう。ああはい、アッパーに遊びがある素材が多いんで、長い距離走るとか、うん、短距離みたいに硬いとダメじゃないですか。近くとあんまり合わない方が多いかなとは。なんかスピード出す時とかいつものあのカーボンシューズを履いて
っていう流れになるんじゃないかなって思います。マックスエライを履いてそのアップシューズから不安定なものに慣れていくってことは僕は絶対必要だと思ってるから、もしかしたらこれが必要なのかもしれない。やっぱり人間って走ってる時って絶対こっちからつくじゃないですか。外側ね、はい、で母子球で抜けていくっていう設置だと思うんで、その母子球に抜けるアシストじゃないですか、単純に。なので俺は悪いものじゃない。ああ、なるほどね。じゃあ俺が言った感覚って多分本当に好き嫌いあるってことか。そう、流動性を良くしてくれてるわけよ、母子球で抜けてくるとか。ああ、はいはい、流動性を良くしようとしてくれてるアシストなんで。なるほどね。ここでね、ここはいはいはい、ちょっとね、これ見た目じゃ全く分かんないんだけど、立った時に足裏を見せたところ、はい、ここの違和感はすごい。それこそマックスぐらいよりバランス感覚難しいんじゃないかな。まあちょっと走ってみよっか。うん、ダッシュで行こうぜ。かっこよ。いい。あ、いい。このいいっていうのは難しくて、何がいいかっていうと、じゃあ1個ずつ話してくれ、まず1つはグリップかな。完全にちょっとショート目線で話してごめん、はい、長距離の方が難しくて。そうですね、本当申し訳ないんだけど、今回俺の目線から全部話してもらうんだけど、はい、ショートの動き、最初踏む時って、グリップ力必要なんで、ここもう申し分ない。加速を乗せた時、もうマックスぐらい乗った時の跳ねる感じがまさにマックスぐらい。はいはいはい。UL セル素材はやっぱ反発するのは間違いないってことだよ ね、もちろんカーボンも入ってるし、マックスぐらいを履き慣れるためにもこういうシューズも必要だしなみたいな感じで、こういうシューズ探してたんで今すぐ欲しい。マックスフライと知り合わせるためにこれからスパイダーマン君には頑張ってもらいます。いいですね、はい、スパイダーマンの名言でお別れしましょう。 MJ! スパイダーマン、僕らのヒーロースパイダーマン。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。